どうも、竹内です。僕がやってるフラチナリズムというバンドがですね、今週末高知県に遠征してですね、ディナーショーと、よさこいエイトとの共演でイベント出演、ということで、高知県に行きますので、遠征準備をですね撮ってみようかなと思います。レッツゴー。基本的にはこのボストンバッグをいつも遠征の時には使っています。年季が入ってるんですよ。もうこのマークなんてもう年季を物語っておりますね。スーツケースがねあんまり得意じゃないんですよね。スーツケースってこう絶対的に片手が塞がるじゃない。ボストンバッグだとこれがありますので、両手が塞がっちゃうよっていう時にはこれをつけてですね、肩にかければもう両手がもう見てください、もうこうです。両手がこういう状態になるのでね、そこもすごくボストンバッグを好きな理由ですし、なんかこう映画とかでさ、こうやってんのがね単純に憧れるっていう、そういう理由もありますけれども、トランクス、タンクトップ、見てもらったら分かると思うんですけど、同じやつなんですよね。タンクトップも同じやつなんですよね。いろんな人の話聞いたりね、ネットとかでも見たりすると、そういうやってた人がね結構いたんですけれども、実際自分もねそれを取り入れてみると、本当にそういう風に、もともとしていた方たちが言ってる通りですね、まあほんの些細なことなんだけれども、無駄な時間が省かれるっていうようなね気がしてね、すごく、自分の感じにフィットしてるかなと思います。すごく過ごしやすくなっております。はい。そしてシャツ、両方ともガラシャツです。基本的に僕はチンピラファッションが好きなんで、ガラシャツ好きです。これもですね、夏の間もう何年も、もう それこそ 2,3 年じゃ効かないぐらいですね、もう夏はこの3種類のシャツを着回しています。もうそれで十分。これも入れちゃいますね。そしてよさこいエイトとのですね共演のために、これですね、よさこいエイトシャツ、よさこいエイト、アレンジして袖をカットオフしてるやつです。予報がね雨だからね、中止になんなきゃいいなと願っております。はい。で、今のよさこいシャツに合わせようと思ってるピンクのスウェットもシワシワだな。これはアイロンかけないとあれだけない。これはね、古畑愛さんのステージでも着ていたですねピンクのスウェットです。ちょうど合うなと思って、白になので、ちょっと厚手ですけれども、これを着ていきたいと思います。後でアイロンかけてから入れます。そいで靴、これもそのピンクのスウェットに合わせて買ったやつなんですけれども、最近だとサンバカの時とかにも履いてます。銀河風にですね紐を変えてシルバーの靴紐にして、ちょっとね、ギラギラさせてます。ピンクのスウェットに合うので持ってきます。ハンドタオル、これはね汎用性が高い。向こうでね先輩の家にね泊めさせていただくんですけれども、お風呂入った後ですとかね、バスタオルが、なくてもこのハンドタオルさえあればもう楽勝ですから、全然いけますから。ハンドタオルで歯を洗った時に拭くとか、なんかあった時に手拭くとかね、基本的にあまり物は持たないというのはですね私意識してやってることですので、このハンドタオルも一応2枚、物持たないって言っといてそこ1枚にせいやって話ですね。はい、すいません、すいません。僕は僕なりの尺度でやってます。あとなんだこれね、スマホで撮る時に使ってるジンバル、これも持ってきます。遠征はねこう何かとこう普段と違うから、こう動画撮ったりすることもね多いと思うので、そういう時に役立てばと思って、ジンバルも持ってきます。まあ今からです。はい。あとはこいつです、ハトムギ保湿ジェル。基本的に俺はねもうね肌弱性から来た肌弱男なんでね、風呂上がりとかですね欠かせません。乾燥も防ぐようにね、なんかライブとかで汗かいた後はこう濡れたタオルとかでこう汗をね拭き取ったりするんですけれども、まあ、その後にもねさっと塗らないとこう乾燥してしまうので、これは必需品です。これも入れます。あとは歯ブラシぐらいかな。大丈夫かな。いや俺忘れ物多いんだよね。あとこれね、シワ伸ばし器。最近ですねサンバカのライブの時に T シャツがですねシワがすごい寄ってて、どうしようってなった時にですね、ケイタロウくんがこれじゃないんだけど、まあ、同じようなやつを持っててですね、それを借りてシワ伸ばしてくれたんで、これは、まあ、前々からね存在は知ってたんだけれども、いやここに来て準備しとこうと思ったんですけれども、うちにあったということでですね、ありがたくこれを持ってきたいと思います。はい、大事ですね。はい。で、あとディナーショー用の衣装はもう車に乗ってるし、あとは歯ブラシとかそういう細かいもん入れて終了です。はい、こんな感じっすね。これは見る人が見たら雑に入れてるってことになるのかな、わかんないけど、まあ2泊3日だったら少ないしね。
こんなもんじゃないですかね。はい、これで十分です。以上でパッキング終わりということで、パッキングって一回行ってみたかっただけですけれども、高知に行けるの楽しみにしております。高知でね待ってくれてる、ファンの皆さんと会うのも楽しみですので、ディナーショーとそしてやそこいエイトとのイベントバッチリやっていきたいなと思います。では会場でお会いしましょう。竹内でした。